いや、人気のあの人ではないでしょうか。ぬぬぺーチャンネルでーす。まだ成果掘ったらダメですよ、これ。いや、種ですよ、これ。種なのね。種なんですか、これ。これは、これは、はい、プラウで言うとトラスとコマベチっていうのが多分有名かなと思うんですけど、はい、うちはコマベチ、コマベチ使ってますね。コマベチってね、コマベチ。トマベチの特徴としては、はいはい、こう助走が少なくていいんですよね。ああ、さっきみたいにね、スーンと入りましたもんね。そうそうそう、掘り始めがギューンと土の中入ってくるんで、はいはいはい、頭が長くなくてもいい。ああ、はいはいはい、うん、余裕がね、あんまなくてもスーンとする、そういう特徴がありますね。はい、とてもいい機械です。とてもいい機械ですね。はい、で、あと収穫機ったら他にもバックホー。あ、バックホーも多いですよね。はい。バックホーで掘るのもあるんですけど、はい、まあ、それは穴掘って、その穴の中に人が入って、はい、手で抜いていくっていう。はいはい、そうですね。穴入ってやるのよく見ますよね。そうですね。まあ、この辺のね、風物詩というか。そうですね。うん、この結構よく見る光景ですね。秋の風物詩ですよ。そう、11月に風物詩。そんな言葉を使うようになりましたか。いやいやいや、それぐらい使いますよ。舐めないでください。初めて聞きましたよ、風物詩のワーク。そうなの。はいはいはい。僕1日1回ぐらい使いますよ。それはそれ。いや、今日は風物詩だなぁ。だとしたらやっぱり使い方が分かってないし。合ってました。はい、もう100点満点です。あ、よかったです。はい、まあ、こんな感じで、はい、いやー、でも立派ですね。はい、ありがとうございます。本当に、ね、よく育ったわ。本当そうです ね、まあ、本当うちで言うとね、この長芋収穫が、はいはい、最後の収穫なんで。あ、そうですよね、うん、最後の収穫ですよね。楽しみでもありますよね。1年かけて。あ、そうですよ、ね、育った長芋がどれだけでかくなってんのかなって。本当にもうあれですよね。掘ってみなきゃわかんないから、ね、そうなんですよね。そう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 、長芋って、うん、そうだから掘るまではドキドキだよね。あ、今年はいい年だったなとかね、はいはいはい、そういうのが感じられるから。そうですよね。やっぱ機械だったらさ、あのバババババッと掘っていくから。確かにね、ビートとかはね。そうだよ、あんまりこう、どんなでかいビートなのかなとか、そういうのわかんないけど。そうですね、長芋はこうやって一本一本確認しよう。いいぞいいぞってね。そうができるんでね。本当そうですね。特に感じやすいかもしれないです ね。その年の出来が。そう、機械化といってもやっぱり自分の手で抜き。そう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 、手で置き、うん、手で持っていきですからね。そう、で泥手で落として、ね、だから一本一本が見えちゃいますからね。そう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 、まあ、でも今年はね、天気いいから、うんうん、順調。そうですね、比較的ね、うん、較的いい、全体的にいいのかなっていう傾向はありますよね、うん、ですね、はい、うん。お兄さん、なんか面白い感じですか、この絡み。いい感じですか。はい、ぜひメムピーチャンネル、はい、いっぱいご覧ください。こんな感じで、結構やってますんで。 YouTube です、メムピーチャンネルです。はい、ちょっと休み時間で見てみてください。嬉しいですね、こうやってリアルになんか笑ってくれてたんで。後ろのお兄さんがね、笑ってくれてたんで、面白いですねって言ってくれてたんで、なんか嬉しいですね。この生の声が聞けましたね。はいはい、続きから行く。そうですね、わかりました。はい、電池が切れちゃいましたね。再び、はい、来ましたが、ちょっともう、はい、夕日が。そうですね、はい、もうちょっとで終わりますよ。はい、なんとか掘って終わります。はい、いいですね、夕日の土屋もまた。これいいですか。いいですね、最高ですね。はい、はい、どうですか、長芋の調子は。長芋の調子いいですね。いいじゃないですか。はい、全然なんか1本目だからとかどうだこうだ言ってるの、はい、うん、いいじゃないですか。全然いいです。大きさ変わらないです。なんだよなんだよ、はい、本当に今年はどうかななんて、もうマー君もナオちゃんも言ってたのに、なんだかこれ。そうですね、まんまと踊らされてる藤井は。はい、もう手が焼けるように熱いです。そうですか。もうビリビリ来てますね。大きな流れ、ね、はい、機械協会から行くかい。行きましょうか。はい、はい、
はい、この機械は、はい、トマベチっていうんですけど、トマベチそれやったかやりましたね、はい、トマベチやりましたねやりましたね。何についてあれしたらいい？天気も良かったんで風もなかったし順調でしたね。そうですか、はい、で人材さん頼んでるんですけど、はいはいはい、皆さんいい人 で、 あそうですか、はい、楽しく仕事ができました。楽しくできましたか、はい、そうですか、はい、ですね。そうかそう、天気は良さそうなんでね、はい、そうですね、はい、怪我なく行きましょう。はい、そうですね、はい、最後の仕事なん で、 で、ね、しっかりとやり抜きたいと思います、はい、やり抜きたい、長いもも抜き、やり抜きということで ね、 でね、はい、抜き抜き抜きいきたいですよね。はい、どこから行きましょうか。トラクターですね、はい、あ、トラクター行きますか。トラクターの紹介でもしてもらいましょうか。あ、分かりました。ですね、我が家の一番大きいメインのトラクターなんですけど、はい、まあ、7718、はいはいはい、はい、201馬力ですね。あ、もうしっかり覚えてますね。はい、もう完璧ですね。完璧でした、はいはい、201馬力で、はいはい、まあこれ尿素、尿素、あ、そうだね、はい、そんな説明はしてませんね、確かにね。40リッター入るのかな。すごいね、はい、やっぱりでかいから。そうか、そうですね、なるほど、はい。40リッターすごいですね、はい、あれ2つ分ですもんね。そうですね、はい、でまあ色はやっぱりファーガソンレッドということで、ファーガソンレッドですね、はい、素敵な赤ですよ ね、 すね、これとっても気に入っております。はい、でもやっぱあれですね、はい、タイヤでかいですね、これ。あ、タイヤはでかいですね、540の65R28 と、はい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 、そうですね、この辺の借りてないのか、これぐらいの、まあタイヤでかくて、うん、まあ、タイヤでかいに越したことはないですね。そうですね、牽引力がやっぱり、ね、そう、うん、ありますね、うん、なんせ、うん、接地面です。そうですね、うん、接地面と自重です ね、 自重ですね、大事なのは、うん、牽引力はそれで上がります。そうですね、はい、やっぱりね、いろいろ、うん、ね、重作業するのはね、そうですね、うんうん、ある程度の重量はないと、そうですね、うん、やっぱり大変なんで、はい、そうですね、はい、フロントウェイトもね、うん、そうですね、1000円、まあ、ついてますね、そうですね、はい、ついておりますよ、はい。